岡田監督が新たに就任し、中野拓夢選手のポジションをセカンドへとコンバート。このコンバートでショートのポジションが空き、キャンプから熾烈なポジション争いが繰り広げられることになりました。開幕スタメンを勝ち取ったのは小畑龍平選手でしたが、少ないチャンスをものにした木浪聖也選手がショートのレギュラーを奪取。すると、恐怖の8番打者としてヒットを量産し、ついには打率ランキング3位に躍り出ました。木浪選手の好調の要因について、阪神 OB の掛布正幸氏が言及、ある変化によって明らかにスイングが変わり、それが高打率につながっていると語りました。今回の動画では、木浪選手の活躍を振り返りつつ、掛布氏が語るバッティングの変化について紹介していきます。厳しいショートのポジション争いの中、最初に結果を残したのは小畑選手でした。オープン戦15試合でエラー1個と堅実な守備を見せ、打率も2割7分を記録。打率2割3分1厘に終わった木浪選手よりも良い成績を収め、今年23歳という将来性もあって開幕スタメンを勝ち取りました。すると小畑選手は DeNA との開幕カードで11打数4安打2打点と大活躍。強肩でランナーをアウトにする場面もあり、ショートのレギュラーを確保していくと思われました。しかしその後、少しずつ小畑選手のバッティングの調子が落ちてくると4月8日のヤクルト戦で木浪選手にチャンスが回ってきます。この試合ではヒットを打てなかったものの、1四球を選びバントも決めた木浪選手。翌日もスタメンに名を連ねると3安打を放ってみせました。巨人との3連戦で9打数3安打と結果を残し、 DeNA との2連戦でも猛打賞を記録。好調なバッティングを武器に4月8日以降は全試合にスタメン出場しています。5月14日時点での打率は3割5分6厘でリーグ3位の高打率。さらに数字を細かく見ていくと、木浪選手の凄さがよくわかります。対右投手での打率は3割5分8厘なのに対し、対左投手での打率は3割4分8厘。左右に関係なく、しっかりと打てていることがわかります。そして対戦チーム別の成績を見ると、最も打てていないのが対ヤクルト。しかし、対ヤクルトでも打率は3割8厘の高打率をマークしています。そして得点圏打率も3割8厘となっており、文句のつけようがない成績です。ブレイクを果たしたとも言える、木浪選手は今シーズン、侍ジャパンでも活躍した近藤健介選手と共に自主トレを敢行。日本屈指の左打者である近藤選手から多くのアドバイスを受けました。近藤選手からのアドバイスを踏まえ、木浪選手は手は最後についてくる体を回すことを第一に考えて打撃をしています。少しずつ感覚をつかんできている。もっと振ってつかんでいきたいと思います、とコメント。手打ちになっているとの指摘を受けながら、少しずつ打撃改造に励んでいました。近藤選手のアドバイスも影響してか、今シーズンからはバットを寝かせて構えるフォームに変更。この変化について、掛布氏は、前まではバットを立てていたが、今はバットを肩に担いでいて、レベルスイングができている。アッパースイングやダウンスイングでは、打つポイントが1点しかない。レベルスイングをしていれば、どこにボールが来ても、バットの芯に当てられるとコメント。芯に当てやすくなるメリットがあると語りました。さらに、掛布氏は勇気を持って長打力を捨てたことで、確実性の高いバッティングになったのではと分析しています。木浪選手は以前、掛布氏に、掛布さんのようにレフト方向へ大きな打球を打つにはどうしたらいいですかと質問するなど、長打へのこだわりが強かったといいます。しかし打撃フォームを見る限り、このこだわりを捨てた模様。掛布氏は、アマチュア時代は長打力があったバッターだと思うが、それでもプロでは20.30本打てるわけではないと、自分のバッティングの大きさみたいなものにやっと気づいたんじゃないかと思う。木浪自身が長打を捨てたことで、長いレベルスイングを意識しているんだと思う、と、考え方の変化について語りました。また、木浪選手の今後の課題になるのはインコースに食い込む変化球だと指摘。バットを担ぐ、木浪のグリップエンドはサード側に向いている。サード側に向いているグリップエンドが、インコースに向くのは結構難しい。これからの、
木浪の課題はインコースのスライダーカットボールに対して対応できるかだと指摘しました。現在単独首位に立つ阪神タイガースの一つの得点パターンとなっているのが、木浪選手が出塁し得点圏打率が高い近本浩二選手が返すという形。ここまでは非常に機能しています。一時は不調に苦しんでいた佐藤輝明選手やノイジー選手も復調気味で、さらなる得点力アップにも期待できる現在のタイガース。2003年の優勝の際に恐怖の8番打者とも言われた藤本敦史コーチのように、木浪選手にも3割以上の数字を期待したいですね。木浪選手の活躍とタイガースの躍進から目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神 DeNA を中心に野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。